今回は練習問題63、予言定理について一緒に勉強していきましょう。問題は2題ですね。では空欄です。自分でどれだけ解けるか確認しましょう。では一時停止ボタンを押して確認してください。はい、どうぞ。ではいきます。カッコ1ですね。三角関数の問題のお約束です。条件を図示しましょう。そうするとこのようになりますね。与えられた数字は4と2ルート6、あと60度ですね。で、求めたいのがこの C になります。では、全体でどのような条件が与えられたかというと、こちらですね。3辺一角です。ですから、どの定理を使うか。もちろん、予言定理ですね。では、予言定理に代入します。すると、こうなりますね。で、これを計算します。で、このコサイン60がすぐに2分の1と出てこなかった人は、もう一度、例題57を確認してください。で、C2乗マイナス 4C マイナス 8 が0になりますね。で、あとこれを解くんですけども、因数分解ができないので、解の公式になります。このようになりますね。で、こちらですけども、この C というのは辺の長さですので、もちろんプラスのみですね。ですので答えは2プラス2ルート3になります。では次ですね。カッコ2です。こちらも同じですね。条件を図示しましょう。すると、このようになりますね。で、この条件なんですけども、辺の長さが2辺ですね。あと角度、そして求めるのは辺の長さです。では、全体ではどんな条件が与えられたかというと、こちらですね。3辺一角です。ですので、どの定理を使うか。もちろん、予言定理ですね。で、予言定理に代入します。そして、計算します。すると、A2 乗は3になりますね。では A はどうなるかというとプラスマイナスルート3です。ただしこの A というのは辺の長さですよね。ですから正のみですね。よって答えはルート3ということになります。今回はここまでです。ありがとうございました。